はい、ではよろしくお願いします。で、えっと、ここでは、いわゆる標的型とばらまき系のそれぞれの攻撃について、昨年のトピックスを振り返りたいと思います。では、まず標的型から始めましょうで。まず全体の傾向についてです。この図に示した通り、2019年においても TIC、BLACKTEC、Black APT10 など、これまでにも知られている 攻撃者と推察される攻撃を確認していますで個別の活動についてはまあ、それぞれトピックスとして紹介しますでまた最近の標的型攻撃の特徴ですがここでは3つ挙げていますでクラウドサービスの悪用まあ、汎用ツールの悪用それからマルウェアの複雑化とまあ、こうしてみますといずれも攻撃者側が 我々のあの分析対応を困難にしようとまあ彼ら側の工夫をしてきているまあそういう結果なのかなというふうに思われますで裏を返せばまあそれに対する我々対応する側の対応力が試されている状況なのかなというふうにも言えるかと思いますということで頑張りどころですではここから標的型攻撃の個別事例のトピックスを標的型攻撃は4つ お話ししますで、一つ目はえー、です TIC の攻撃に関連するスキャン活動を見てみると、まあ、関連するブログ記事をわれわれの方で公開した2019年2月以降は、えー、一定期間、えー、スキャン活動を確認していなかったんですけれども、えー、図でわかると、グラフで分かる通り、10月、11月に再度動きがあることが分かります。 でこれについて詳細の評価はしていないんですけれども、まあ、TIC の継続的もしくは新たな活動を示す一つの根拠と兆候と言えるのかもしれませんでその TIC が2019年の初めに使用しているのを確認したのがブログ記事でも紹介した NodeLAD ですで、Nord、n o d e ラ a トは NodeJS ベースのマルチプラットフォーム対応の ツールですでマルチプラットフォーム対応のマルウェアといえば、これまでも Java、Python、Golang など複数ありましたけれども、まあ、Node.js もまあその普及度から目撃者にとっても魅力的な環境となって、その仲間入りをしたというふうに言えるのではないでしょうか。2つ目はブラックテックです。 でブラックテックについては、まあ、いくつかの、えー、調査対応を通じて、まあ、少しずつですが、えー、侵入後の状況が分かってきました、えー、その一つがこちらもあのブログ記事でも、えー、紹介していますけれども、えー、TS クッキーの、えー、ローダーと本体の構成ですで本体は、まあ、一見、まあ、それとは分からないようにエンコードされて、えー、隠されて設置されローダーがロードした後にメモリー内で実行されます ちなみにこういったローダーと単純なローダーとエンコードされた本体というのは特に標的,型系の標的型攻撃系のマルウェアにはよく見られる構成ですこれはインシデント分析の観点から見るとローダーだけ見つけても何も挙動は分からないとメインの挙動は分からないとなのでどうやって本体を見つけてその機能を明らかにしていくかというのが重要になります でこれを実現するには、えー、技術的に見たときに、まあ、フォレンジック分析のみまたはマルウェア分析のみだけではといったアプローチではなかなかうまくいかないということがありますので、えー、両者を合わせた技術力がまあ試されていると、まあ、そういうケースなのかなというふうにも言えるかと思います。で3つ目、えー、標的型攻撃3つ目のトピックスですけれども。 CV20199489 トレンドマイクロのウィルスバスターコーポレートエディションの脆弱性を悪用する攻撃ですでこの攻撃については、まあ、2019年8月にアベンダーとともに、まあ、脆弱性とあと攻撃に関する注意喚起を JP サートからも発行しましたでこの脆弱性を悪用した攻撃はまだ事例も少なくて我々もわからないことも多いんですけれども えー、JP サートが確認しているケースでは、えー、この図にあるとおり、えー、何らかの初期侵害の後、まあと当該脆作性が悪用され製品の、まあ、正規の機能も悪用される形で横展開が行われていることを確認していますで,確認できているマルウェアは、まあ、オープンソースの p o s s 2がメインで、えー、特定の攻撃者にあのキャンペーンに直接紐づ付くような、まあ、そういうマルウェアなどは確認できていません。 C2 も Azure などのクラウドサービスが使用されていました。でこの攻撃なんですけれども、日本を標的としたかつ、これまで認識できていなかった攻撃の一端が見えたものである可能性もあって、注意が必要だというふうに考えています。で我々も引き続き知見を得ていきたいところです。で4つ目。 評定型攻撃最後のトピックスはクエイザーラットと呼ばれるマルウェアについてですでクエイザーラットはオリジナルは C シャープで書かれたオープンソースのツールでバラマキ系でも使用されるものですでこの改変版を我々は2019年の後半に確認しましたがそれ以前にも使用されていた可能性がありますでこの複数ソースの情報から判断して、まあ、現状ではこの クエイザーラット改変されたクエイザーラットによる攻撃は AP10 につながるものである可能性が高いと判断していますで実行は先ほど TS クッキーで説明したケースと同様にローダーとエンコードされた本体という構成になっていますでローダー側にロードされた本体がメモリー内でのみ実行されますでただしこちらは実行にサービスを使用します でこのサービスの使用というのも標的型攻撃でよく使用されるものです。でこれを分析の観点から見ていくと、このサービスの使用というのは、まあ、動的分析をか,かけてもすぐには動かないということで、そのハードルを上げる手法の一つともなりえますで、えーと。オリジナルのクエイザーラットからの改変箇所については、プロキシー対応を含む設定の追加などや、 プラグイン機能の追加など、まあ、標的型攻撃でも使いやすいようないくつかの改変がされていたことを確認しています。ということでここまでが標的型攻撃のトピックス続いてバラマキ系の攻撃に関するトピックスをこちらは2つご紹介しますで1つ目は SSLVPN 機器の脆弱性およびそれを悪用した攻撃についてです。 SSLVPN 機器の脆弱性については、えー、まさに今、えー、個別のホットなトピックスがあって、えー、皆さんの中にも対応されている方いると思うんですけれども、えー、ここで取り上げるのは、えー、2019年の夏ぐらいから、まあ、こちらもまあ続いてはいるんですけれども、えー、続いているケースというものを取り上げます。 でこの問題、j p サートでは9月に複数の製品に関するということで注意喚起を発行しさらにそのうちのパルスセキュア VPN については海外の動向も踏まえて10月には別途個別のアドバイザリーの公開も行っています。でアドバイザリーにもあるように複数の、脅威度の高い脆弱性が含まれているというのが特徴的です。 でさらにパルスセキュア VPN については j p サートでは、まあ、海外のセキュリティ組織からの情報提供を受けまして日本における当該脆弱性のあるホストの管理者への通知活動を行ってきましたで当初の1381ホストから数ヶ月経って減ってはいるものの今年の1月3日時点でまだ400近いホストが未対応という結果になっています でもちろんあの我々 j p サ a t は、えー、引き続きこの数を減らす活動を行っていきますがこの機器の管理者の方にも緊急度を上げて対応していただきたいと考えていますというのも、まあ、この問題についてはすで、まあ、に関連したインシデントが複数発生していることを確認していて至急根本的な対応が必要ですですのでもし参加者の方の関係している組織 または提供しているサービス等でまだ対応されていないという危機器があるようでしたら至急対応をお願いします。で、ばらまき系2つ目のトピックスはまあ皆さんご存知エモテットです。エモテットはまあ長い間流通しているマルウェアですけれどもご存知の通り日本においてまあ特徴的な動きを確認したのは2019年終盤です。 でいわゆるまあやり取り型による攻撃拡大がその起因となったものですけれども12月に j p サートからも珍しく FAQ 形式のブログ記事というものも含めて複数の情報発信を行いました反響は非常にすごかったですでエモテットのやり,かやり取り型の攻撃というのはまああの実的に見てみるとメール引用それへの返信と あのすごいまあシンプルな手法と言えると思うんですけれどもまあそれがばらまき系の攻撃に使された場合にどういう影響どういう被害が起こるのかというのは皆さんご承知の通りとまあやはりまあ人やビジネス習慣というものを悪用するのがばらまき系の攻撃者にとってまあ非常に効果的というのを再確認したケースになったのかと思いますで一方でこのエモテットの攻撃の手法や感染後の展開 というのは、まあ、いくつか公開されている情報はあるものの、日本において実際の状況というものは、まだまだ分かっていない部分も多く、引き続き、われわれの方も知見を得ようとしているところです。ということで、ここまでがインシデントのトピックスのご紹介でした。で、2019年といえば、分析ツールに関しても大きなトピックスがあった年でしたよね。 えー、なので、まあ、ここでツールのトピックスについても振り返っておきましょうで、えー、まずはギドラの公開ですよね、えー、っと出るまでは本当に出るのかどんなのが出るのかといろいろ懸念ありましたけれども、えー、無事公開されました、えーまあ、Java ベースなのかという、まあ、驚きは個人的にはありましたが、まあ、その後、まあ、ソースコードも公開され、まあ、コミュニティもできてきて まああのすでに人によってはまあメイン人によってはサブまあ人によってはまあ私もそうですけれどもえ何かあったときのプラスワンのオルタナティブなツールとしてえ活用されているという状況ではないでしょうかまあいずれにしてもえーツールの選択肢が増えるのは嬉しいところですで一方の間ですけれどもまあこちらも2019年大きなえトピックスがありました なんといっても7.3で実装されたアンドゥ機能、コントロール、Z、が大きかったのではないでしょうか。で、間にアンドゥ機能がないっていうのは、半ば仕様というか、特徴というか、というふうに言われていたことだったので、アンドゥ機能が実装されたというときは非常に驚きました。それまで間ユーザーは、例えばこの図の左から右、これはえっと、 ちょっとわざとらしい例ではありますけれども、いわゆる大胆な変更を行う場合に、事前にセーブをしたり、スナップショットを取ったりという作業をまあ自然と行ってきたわけですけれども、ア n d 機能が実装された今はそうしなくても、コントロール Z で何事もなかったかのように前に戻るということで、これがあのギドラの影響なのかどうなのかは分かりませんが、便利なものなので、私も今はコントロール Z、コントロール Z しています。 でえー、っとそして、われわれ j p サートもえー、っも2019年、えー、既存のツールに加えて比較的大きめのツールを、えー、公開しましたでそれがマルコンフスキャンというツールですで、ククと連携したウィズククというものもありますで、ここでリストしている通り、えー、標的型系、ラマック系にかかわらず、えー、複数のマルウェアに対応してますのでぜひご活用ください。 ということで JSAC2020 本編いよいよ始まりますせっかくの機会ですから一日目いっぱい楽しみましょうでそのためのポイントを2点ご紹介しますで1点目はこれから始まる各メインセッションしっかり調考することです当たり前のことですけれどもで今年はここにある通りこれまでにも増してバランスの良いセッションが揃ったのではないかというふうに思っていますでまたもちろんもちろんここは JSAC ですから ディープなお話がいろいろされると思いますのでそのディープな技術情報をたくさん持ち帰っていただければと思いますまた質問なども積極的にしてもらえればと思います2つ目は参加者との交流を積極的にしていただきたいと思います昨年同様午後にはコーヒーブレイクも用意していますし最初に言ったステッカーステッカーも活用してより多くの人と交流を深めてもらえればと思います ということでメインセッションいよいよ始まります。皆さん一緒に楽しみましょう。ご清聴ありがとうございました。